いきなり電波が悪くにやっちゃう。でもな、Wi-Fi を消した。あよ炎だよダビバ。かっこええやん。まあ確かに。おみかんさんありがとう。かわいい。天使のぐさんハートありがとう。何度も心が叫んで涙を拭っている。もう一歩、もう一歩間に合え。こうか。ちょっと違うわ。ということで皆さん、そうね、掛け銃は大事だということを今回のイベントで覚えてください。よし、あれはこっちに持っていくとな。斉藤雄一さん STU ありがとう。天使エグさんハートありがとう。アピのこといろんなことを知ってもらいたいから最近アピールしまくってる。マジ嬉しい、広めて。そう、なんか今日ね、部活の子がそうアンピおすすめしてもらって、あい、そう、そっから好きになってきましたっていう人がいて、すごい嬉しかった。嬉しいよね、なんか友達のおすすめできる、おすすめっていうかできましたとかいう子がいたらマジ嬉しい。こんばんは、ありがとう。何度も心が叫んで涙を拭っている。もう一歩、もう一歩間に合え。みゆきさん STU ありがとう。ダビ引いた時無反応ですよ。だってコンビニの人になんか思われそうだから。コンビニの人はこう優しめなおばさんって言ったらちょっと変だけど、そう、なんかお母さんみたいな感じで、なんか、すごい辞書、フィギュアすごいやんって言われてはいいいねって、何でも何当たってもいいねって言われたけどね。クリスマスらしいもん食べたよ。チキン食べた。エドバンさん、レンボスターありがとう。ギザリさんありがとう。チョリさんありがとう。ありがとうございます。アンピかわいい、ありがとう。正直ルール分かってないです。そうだよね、むずいよね。むずいから、うーん、やってみることだな。そう、むずいけどまずはやってみることから始めよう、一緒に。ノーネームさん STU ありがとう。どうも、好きな人に好きと言えないチキンです。好きな人にさ、どうやってみんな告るのか気になるんだけど、最近私のそう議題はクリスマスはやっぱり、そうなんですかね、やっぱ歌詞とかも最近クリスマスコンサートとかで歌うんですけど、なんかね、そう歌詞とかでもすごい、どうやってみんな付き合ってるんだろうめっちゃ思います。今日もそのたくさんの人々を見て、みんなどういうね、出会いがあってって思いますね。本当に不思議な話。まさきさんハートありがとう。うなうなさん STU ありがとう。カプリヨッツさん STU ありがとう。とりあえずいつも見に来て星投げたらよき。そう、星投げ3周がね一番よくてね、星投げ3周してくれたら一番嬉しい。まさきさん STU ハートいっぱいありがとう。秋元先生に聞かないと。確かにクリスマスは本当に幸せな歌詞多いよね。ゆうやさん STU ありがとう。おろおろしない、おろおろしない。アナちゃんにまた話に来ます聞きたい。乙女っぽいね女の子だからね女の子だからねって意味わからんけど、配信なら好きって言えます。あー、じゃあね、キューマミシングルの初めてのお話し会、初めて始まった時のお話し会はみんなぜひ私に伝えに来てください、思いを。ちのさん STU ありがとう。本通りでインタビューしてくれよかったのに。いやいやいや、話せれない話せれないクリスマスのパネル顔にします、ありがとうって言ってくれて。アンピリンゴさっきつけた。
職場マイルドボーイさんありがとう。していう、まず学校に女子がいないのは罪です。でもこの言い訳は通じるのも来年までです。見つけていこう。何様イオンって感じだな。せいくんありがとう。確かにシチュエーションおもろいね。ベリーヤングさん STE ありがとう。クリスマス25日に渡す予定だったプレゼントを渡す前の24日にお別れ、おわわ4日に渡す前の24日に別れた。24日か。よしこくくん、ハタありがとう。おかっと、お、OKTA さん、ハッピーありがとう。I'm happy ありがとう、来てくれて。川又アンナです。STU48 の、覚えてくださると嬉しいです。プロポーズの理想とか別にないよ、別に。なんか、まだそこまで行きたどり着いてないですよ、もはや。フォローありがとう。にゃーまさん STU ありがとうございます。まえまえさん STU ありがとう。ツイッターリプは見る派だよ、見てるよずっと。1.5 週50カウント完了ありがとう。3週50カウントが下手になっています。頑張ろう。それはカンノンさん初期ありがとう。こんばんは、 ST48 2期生のカマタンナです。フォローありがとう。マイマイさんハートありがとう。3大賞持ってるよ。なんかねガチじゃないけど多分持った。え、持ってるよね私。え、持ってないのかな。いや持ってるはず。知らないけど。持ってると思ってクリスマスパーティー入れたから。クリスマスパーティー何する、何するのが普通な、何みんなするクリスマスって。今日起きたら夕方で一日終わりました。それは大変な。こっちゃんこんばんは。今ショールームイベント中で、ごいいねを目指して CM 出演、カップリング曲カップリング選抜メンバーに選ばれるように頑張っておりますので、ぜひ星が今持っている方とかね、無料ギフト持っている方いたらぜひプレゼントしてくださると嬉しいです。サンタさん皆さんサンタさん待ってるよ。今一人でホールケーキ食べてます。え、呼んでよ。2月舞台なの。そう、頑張るね、ありがとう。メタブさんバラありがとう。お、荒らさないで私の配信を。今まで書いたパネルどれのとこ行ったか分かってるの、分からないですよ。オーツーさん、シティーハートありがとう。メリクリー掛け銃ありがとう。普通の購入アイコン投げても換算される、アイコンギフトのことかな。ギフトね、そう換算されるんだけど、 100p を買った場合なんかちょっとね生々しいから p にするんですけどね、 100p 投げようって思った場合 10p×10、 まあ 100p 同じ 100p なんですけど、 10p を10個投げた方が連続してポイント数が多い。4今45分経過してる、マジ、あ、そっか45分か、今43分だか。ナファーフさん STU ありがとう。ヤスフさんさん STU ありがとう。コタロさん STU ありがとう。こんばんは、こそばんそうこう。アンペの好きなものは何ですか。え、好きなもの、むずっ。好きなもの、ちいかわひろあか。今週の金曜ロードショー、ライオンキング、春の動く城、思い出の前、え、最高やん。プトラーリ F さん初見ありがとう。 ST48 カーマタンナです、ありがとう。インドネシアの方、すげえ、センキュー。小倉さん STU ありがとう。
そうね、無料ギフトも10個貯めて投げた方がポイントが高いので、もしよかったらお願いします。太郎さん、弟いくけじゅう、ありがとう。弟いありがとうございます。充電大事。カチカソさん、コチカソさん、ありがとう。初見ありがとう。 ST48 カーマタウナです。リアタイで順位見えないと燃えないんじゃない。それは皆さんがじゃないかな皆さんじゃないかな。私は別に入りたいと思ってるけど、そんなこと言われても。指にしてるのは蝶々だよ。蝶々こんばんは。100回目訪問ありがとう。そう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 、イエスイエスイエス、賢いね。ペース配分難しい、それはそう。そうね、どう言ったらいいのか分かんないよね。明日は昼間に12時に出ますね。これはねシーンで買いました。安かった。シーン好きシーン好き。私指細くないからさ、シーンとかでその調節ができるやつとかがいい。そう、指が太いんですよ。弟からカツアゲして、弟ちゃん、え待って、今日私夢見たんだった。聞いてほしい。リーパンさん、リーパン三世さん、 STU ありがとう。最後にこれ話して終わるわ。あのね、今日夢見てて、寝ててスーパーなんかイオンモールみたいなとこにいて、家族で、家族って言ってもさ、なんかそんな、なんかママパパ、私のママとパパみたいな顔してなくて、なんか顔はぼやけてるみたいな、そんなはっきりなくて、じゃあなんか弟がいて私うん、弟がいて、じゃあ弟なんか歩いてて、弟なんかな、分からん、なんか分からんけど、なんか弟みたいな子がいて手つないで歩いてて、途中でなんかイオンの一番端っこのところのお店みたいな行きたいってなって、弟と手つないで行ったっていう夢別家族に潜り込んだかもしれない。夢たんじゃなかった、イオンだった。あれはそう、弟が、え、夢占いしてみようかな。夢、弟ができ、弟と歩く夢、実在しない弟と歩く夢。弟何歳、私弟いないんですよ私一人っ子で、研究生って一人っ子の子いる、知らない誰か。送るね、嬉しい、ありがとう。架空の、架空の弟が、あ、え、年下と、年下とっていう言い方はなんかまた違くなるよね。年下と手をつないで歩く夢。いや、これはなんか語弊あるよね昨日配信終わった後大丈夫だったの？何が何が？お風呂入ってすぐ寝た。レイトさん、初見ありがとう。 ST48 に来て変わったんでね、信じちゃったかわいい。弟なれる年ならなりましょうか。もうちょっと離れた弟だった。あれはね、めっちゃちっちゃかったよ、小学生ぐらいだった。フォローありがとう。室弱しさん、ありがとう。手をつなぐ夢手をつなぐ夢で見た方がいいのか。でも弟いないからさ、弟と歩く夢も違うじゃん、子供と手をつなぐ夢あった。だって子供と手をつなぐ夢の意味は小さな幸せが訪れる。夢の中で小さな子供と手をつないでいたら、あなたに小さな幸せが訪れる暗示です。小さな幸せとは、好きな人と目が合ったとか、好きな食べ物を食べれた時とか、いいものを安く買えたとか、そんな日常のささやかな幸せを指します。いい夢ですが、あくまで小さな幸せなので大きな期待はしない方がいいでしょう。あー、そっか、大きな子供だったらよかったのかなね。和弘さん、 STU ありがとう。5歳差の妹欲しい。え、妹をしてくれるの？フォローありがとう。
ヒガチュラーさん、レボスタありがとう。ゴエモンさん、STU ありがとう。いい夢でよかった。確かに小さな幸せ、今日なんかあったかな。でもね、小さな、結構大きい幸せありましたよ今日。お話が終わって、お仕事じゃないんですけど、まあお仕事関連のこと言った時に、いいお仕事じゃない、いい出会いありま、いい出会いって言ったらまた語弊うな。いい服ではないですけどね、いいやつ言いました。高健さん、レボスターありがとう、ありがとう。レボスター、ここのルームに大きい子供いっぱいいるじゃん。え、大きな子供だったまさになったね。小さな幸せが一番、確かに。ラストワン賞、そう、ラストワン賞、バクゴーくんのフィギュア欲しいな。今回のはまたちょっと違う形してて、バクゴーくん違うポーズ取ってて欲しいな。ユトさん、 STU ありがとう。日本語多難しいね、フォローありがとう。キュインさん、 STU ありがとう。ナツピーさん、 STU ありがとう。出た出たって何、直訳か、拾えたらバクゴーくんだった。あ、私またば、え、ヒル直訳買ったのに当たらなかったんだよ、昨日3個も買ったのに。沼じゃ。8時50分ありがとう、沼じゃ、うん。しかもね、そのさっき見せなかったけど、タオルはそうゲットしてたから2個ね、ママとパパが。だからガムも買って、が当たって、あと当たってはない、なんかそう手に入れて、これはあく、これとこれはランダムだったんだけど、どっちも飯田くんだって、えっと思って、なんか飯田くんいきなり私、なんかそう飯田くん私のこと好きみたい。なんか好かれてた、ランダムなのに、びっくりした。マークさん、 STU ありがとう。運命かも、運命の出会い、あなちゃんならならあげたい、そんな大事にして。ケビンさん、 STU ありがとう。もう絶対に入ろう、なんかさ、絶対に成功させようね、しか頭に浮かばなくなって、自分の中でさすごく面白いんだけど。ナカンさん、 STU ありがとう。STU ありがとう、絶対に入ろうな。ありがとうございます。メイクアップアンナちゃん、今日のメイク紹介、渡辺ミリアさん、今日のメイクはこんな感じ。シークレットのデカ当てて交換しよう。シークレットのデカ当てるわ。ブラウンなんかですね、まつげもギャンギャン上がってます。オーチンさん、初期ありがとう、こんばんは。ありがとう、美人さんありがとう。メタボさん、ハートありがとう、ありがとうございます。どこのコスメ、いろいろ。ミスタラさん、可愛い掛け軸ありがとう、可愛い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 、ありがとう。メタボさん、ハートありがとう。クリスマスプレゼントもらいました、メリクリメリクリメリクリ、ドキドキした。アキさんありがとう、かわいい。トシキさんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。ミユキさん、よかよか、いや、いくよかった、しないからな。今日家帰ってきて衝撃だった、自分の家が、あの洗濯物畳まなすぎて、やばい、洗濯物ね、多分ここでやろっかなってくらい、この23時の時にやらないと、マジで洗濯3回分溜まってます。誰か本当に怒った方がいい、私のことを。いやマジでそれは本当にやめた方がいいって、言った方がいいと思うし、違う、時間がなくて、時間なくて、ガチガチね、本当なんだよ。畳んであげたい、ありがとう。洗濯物タワー立ってる、もう私の家やっとくわ、優しい。優しい、畳むの好きです、マジ。3週とカウントいけそう、次もマジ3週いけんくない、次3週いけんのんよ。
行ってないよね。星投げ2周ですね。次の枠は、え、行けるっけこれ。行けないわ。頑張ってな。甘やかせる自信ある。嬉しい、好き、可愛いな、アンナ、ありがとう。掃除と洗濯しまくった、えらい。私の家もしてほしかった。次はね、2週で21時15分から星集め。21時15分にやっとった方がゆっくり見れたりとかするから、星集めはまずしとくっていうのがね大事ですね。すぐるさん、レンボスターありがとう。2週頑張ります、ありがとう。このイベントはお昼に出ますね。お昼12時にあのね、順位とかポイントとか、10位以内、今24人やってるから、そう、10位以内には入りたいです。応援よろしくお願いします。すぐるさん、 STU ハートありがとう。ウインク見逃した、やだ。20時55分になった、ありがとう。星集めやね、星を集めるの。ショールーム見たら星もらえない？30秒ぐらい見たらさ、なんかゲットできるじゃん。なんか配信画面のここのさ、ところになんかさあるじゃん、星みたいな、あれで長押ししたら星の色変えれるの。あれを配信、いろんな人の配信を見てやる。でもいろんな人の配信見たらさ、釣られちゃう人もいるわけじゃん。うん、まあ、釣られないようにしてって感じ。ヨシヒコさん、 STU ありがとう。アンナってキラキラネームじゃないんよ、実は。 A6 さん、 STU ありがとう。戦闘力高かった。いや、やんないよ。釣られません、言ったからな。釣られるって正直に言ってくれる人もいる。あと2分ぐらいですね。ちょっと一旦壇上読みます。と SMS 認証大事、ありがとう。13位コウジさん、14位マモちゃん、13位オーツさん、12位マサさん、11位メタボさん、10位ヨシコクくん、9位ミスタラさん、8位アッチャさん、タワありがとう。7位シオリンさん、タワありがとう。6位マルさん、タワありがとう。5位アスパラさん、タワありがとう。4位山田太郎さん、タワありがとう。3位クマピーさん、タワありがとう。2位アキさん、タワありがとう。1位ヨッシンさん、ヨッシンさん、どうもありがとうございます。他にもね、星投げ50カウントやってくださった方ありがとうございます。50カウントはコメントのところで1って言ってコメントを押す、2って出てってやっていく、50個ねコメントを打つっていうやつなんです。もしよかったらやってくださると、まだあと1分時間ありますので、ぜひよろしくお願いします。次の枠は 90×5 の状態で、はい、 99×5 でもいいのかな。うん、ぜひお待ちしてます。結婚してギフトないの？あ、ダメじゃん。あきひろさん好き、ありがとう。えるくさん、レンボスターありがとう。フォローありがとう。フォローしてまた待っててください。21時15分に星集めができる人が多いと思うので、私のスケジュールでいくと星集め忘れないようにしてください。次の時間は21時59分です。安否サンタに会いに来てね。ありがとうございました。皆さんゆっくりして待っててください。推し集めも大事に大事に大事にしてください。間違えた。ありがとうございました。バイバーイ。